ミッキーのポロチームは1936年1月4日に公開されたウォルト・ディズニー・カンパニーが制作したアニメーション短編映画作品。ミッキー・マウスの短編映画シリーズの1作品である。ミッキー・マウス、グーフィー、ビッグ・バト・ウルフ、ロバに乗ったドナルド・ダックのミッキーチームとローレル・ハーリ、ダチョウに乗ったハーアッポ・マルクス、ぬいぐるみの馬に乗ったチャーリー・チャップリンの映画。 スターチーム、レフェリーは、ジャック・ホルトで、ポロの試合が行われた。始まると衝突して、ボールを取ろうとする。その中で、早速オリバー・ハーディが落馬した。ハーディに停鉄が6つ飛んできた。ビッグ・バット・ウルフがボールを打つとチャップリンがゴールに向かっていった。そして、チャップリンはステッキが引っかかって落馬しそうになったが、うまく回転して、落馬を回避した。 ゴールに向かっていったミッキーチームはすぐ方向を変えて、ボールに向かっていった。その頃、ハーディは馬に乗ろうとしていた。だがなかなか乗れないのでスタンドオーレルに手伝ってもらって、乗ろうとしたが、また落馬した。ハーポはボールが飛んでくると乗っていただちょうと頭を、すぼめた。その頃また落馬したハーディが、ローレルに手伝ってもらって乗ったのだが、馬の背中が沈下した。ローレルが尻尾を引っ張ると、 馬の体は元に戻ったが、馬はハーディが横腹を蹴っても動かない。そこで、ローレルが交わりを出して、馬の尻に刺そうとしたが、馬が素早く逃げて逆に、ハーディの尻に刺さった。そして、途中でドナルドとハーポが衝突した。そして、ハーポがドナルドを吹き戻しを使って、ロバのそばに吹っ飛ばした。すぐ側に、ボールが飛んできたので、ドナルドは土で山を作って、 そこにボールを乗っけて打とうとしたが全員ボールを飛ばした。ドナルドは怒ってロバをスティックで叩いたが逆にロバに押し潰された後で吹っ飛ばされてオハを出して埋まった。その後で土の中から出ると体の中にボールが入ってしまった。全員ドナルドをボールと認識してドナルドを打とうとする。そしてドナルドは ゴールのコーンの中に逃げ込むが全員ゴールのコーンを叩いて出そうとするのでコーンの中に入ったまま逃げるがコーンから飛び出してジャックの方に駆け込んだ。だが全員興奮が収まらずジャックのホイッスルの音に耳を貸さなかった。なのでジャックに衝突する。そしてなぜか全員馬とあべこべになってポロをやっていた。ありがとうございます。